今日はオーダーメイドできるストラップという切り口でおすすめのストラップについて話をしていこうかなと思っておりますはいどうもでーすベンシストの森田哲夫ですどうもよろしくお願いいたします今日もよろしくお願いいたします、えー、早速ですけどもね、えー、今日はストラップの話をしていこうかなというふうに思っております そしてね、ストラップと言いますとね、ま、あいろいろ、そのストラップと聞くと思い浮かべるものがあると思うんですけど、まあ、例えば携帯とかのストラップとか、カバンのストラップとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、もちろんね、あの、ベーシストという風にも話したように、今回はね、楽器の、楽器用のストラップの話をしていこうかなという風に思っております。で、まあ、楽器用のストラップと言いますと、まあ、もちろんね、えー、エレキベースだったりとか、あとエレキギターとか、アコースティックギターなんかもそうかもわかんないですね。あとは、こちらにあるウクレレとかもね、使われると思うんですけども、 そのような楽器用のストラップについて話をしていこうかと思っております。で、このストラップの話なんですけども、以前にも2回ぐらいにわたって取り上げてきております。一つがムーディストラップという革製のストラップで、ま10年ぐらい僕使ってるんですけども、その10年使っても全然現役で使えれるようなね、あの頑丈ですごくいい感じのストラップなんですけど、それの話と、それがちょっとお休めのね、あの、ふかふかとしたあの、コンフォートストラップというふうなものを、 ものを取り上げてます。よかったらね、えっ、ー、と、上に順序よく上げときますので、よかったら見てみてください。合わせてお願いします。で、今日はね、どんなストラップの話をするかというと、まあ、前回説明したムーディーストラップのあーものをね、少し掘り下げて話をしようかなと思うんですけども、前回とね、ちょっと違う感じの切り口で話をしていこうかなというふうに思ってるんですけども、えー、まあ、去年どんな流れで話そうかっていうのはね、こっちにバッと出そうかと思うんですけども、 えまずですね、えー、前回のね、ものを見られてない方もいらっしゃると思うので、まあざっくりですけど、少しね、えっ、ー、と、このムーディストラップという風なものが、えー、どのような感じのストラップなのか、という風なものを振り返りつつ、どのような種類があるのか、あまあ既存で変えられるようなものですね、購入できるようなものの種類の話を少しだけ振り返ってみたいなと思います。で、その時にメリットとデメリットについても少し触れたいなと思います。で詳しく知りたい人は今の動画を見てみてください。 それとですねえ、今回紹介するムーディストラップというものなんですけども、えまあ正直値段はえそこそこ結構お高いストラップになります。もちろん今さっき言ったように10年以上使えているので、まあコスパという風な意味で言えば、まあそんな決して悪いものではないとは思うんですけども、やっぱりね、え1本まあ2万円ぐらいとかするので、やっぱり楽器を始めたばっかりの方とかだったりするとえ、楽器もね、そんな高いの使ってないのにストラップにそんな高いお金かけれないよっていう人もいらっしゃると思うので、 そういう人とかはね、今さっき挙げたコンフォートストラップっていうもう一個の方のストラップの方をね、紹介してたりするので、今日はね、それとも、それもちょっと取り出して、まあ比較みたいなものもしながら紹介したいなと思います。まずですね。そしてその次え、冒頭にも話しましたように、そのストラップってオーダーができるんですよ。で、どういうところがオーダーができるのかなっていうのを、ちょっとね、携帯とかでお店、お店というかそのメーカーのね、ホームページ、アメリカだったと思うんですけども、 なんかを上げつつ、どういったところがオーダーできますよっていう風な感じのことを話しようかと思います。で、実際僕今回オーダーして、えー、先日出来上がってきたものがあるので、どういう風な感じで選んだのかっていう風なものを、えー、まあ、見ていただきたいなと思います。ただ、ちょっとね、これもしかすると時期によったりとか、まあ、この動画をね、何年か先に見られて、オーダーもやってないですってことになってるかもわかんないので、見られたタイミングによっては。えー、その時は申し訳ないですけど、ご容赦くださいということで、よろしくお願いします。 まあそんな感じでね、今日はえ流れで行ってみようかなと思います。で、今日はストラップ、雑学的な話をしますけども、普段ですとこのチャンネル、ベースにまつわる話だったり、僕ジャズ屋でもあるので、ジャズのアドリブだったり、ジャズの話、あとはえ音楽理論、使える音楽理論ですね、とかの話もしております。で、ベースだったりすると、めちゃくちゃ初心者的なところから、 本質的に上手くなる。タブ譜を使わずに、しっかりコード譜で読める。応用ができるような力を、まあ、ある程度短い期間でしっかり習得できるような内容をたくさん上げているチャンネルでございます。もしよかったらね、今日見ていただいて興味を持っていただいた方は、よかったら全部の動画も上に上げておきますので、他にもね、ちょいちょい上げておきますので、よかったらねえ、見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そんな感じでね、もし今日初めて見られた方、えー、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録も。 よろしくお願いいたします。そして、えー、今日も少しでもためになったとか面白かったとか良かったよとか思っていただけた方は合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではそんな感じで行ってみたいなと思います。どうぞはいどうもです。ではね、こっからは、えー、実際ストラップを持ってね、えーと、紹介していこうかと思うんですけどいつもだとこっからね楽器を持ったりするんですけど今日は特に楽器を持たずという感じでね、ストラップが目の前に3本用意してありますので まあそれを取り上げてね、えー、実際見ていってもらおうかなと、紹介していこうかなというふうに思います。まずはですね、その前回にも少し話したんですけども、えー、ムーディストラップというふうなものを今回紹介しようかなというふうに思っていますで。ムーディストラップというのが、まあ実際どういうふうなストラップなのかっていうふうなものをね、まず少しだけ紹介したいなと思います。ちょっとね、カメラの前にアップで映、えー、したいなと思います。 はいどうもです。えー、こんな感じでね、ちょっとわかりにくいかもわかんないですけど、革のツヤツヤの感じで、幅もね、まあちょっと後で引いたところをもう一度映そうかと思うんですけど、えー、いい感じのストラップになってます。後ろもこんな。これ多分僕は持ってるストラップで一番古いストラップかと思うんですけども、えー、まあこればっか使ってるわけではないっていうのはあるんですけど、実際10年以上使っててもこんなような感じですごくいい感じになってます。 でね、いつも僕、ダンロップのね、ロックピン使ってるので、まあ、このように常設してるんですけどもえ、このようなストラップになってます。長さもまあね、こういう縫い,い込みの感じでえ、調整できるような感じになってます。はい、どうもです。えー、見ていただきましたけどね、どうだったでしょうかね。えっ、ー、と、非常に質感もいいんですよ。あの、その時にも少し話しましたけども、メリットとしては、革製のものっていうのは、 えー、購入する前とかっていうのは結構硬かったかったばっかりだと硬くて肩が痛いなとかっていうことがあったりして何年かして馴染んできて扱使えるようになってきたなと思ったけどさらに何年か経つと今度はもう柔らかすぎてへたってしまってとかもっと言うと切れたりとかであ使えなくなったなとまた新しいのを買おうかみたいな感じのことってのもよくあると思うんですけどこのムーディストラップに関して言うと届いた瞬間から結構ちゃんと柔らかくてですね使っても肩が痛いということはないです。 で、えー、さらに10年使っても、今見ていただいたように、えー、全然、まあ、ちょっとね、確かに跡がついてたりとかっていう、まあ昔に比べるとちょっと下手ってるかなっていうのは泣きにしもあらずですけども、全然まだまだ現役選手として使えるんじゃないかなというふうに思ってます。で、メリットなんですけど、まあ今さっき言ったようにね、まあ長いこと使えるとか、まあちょっと値段は高いけど、来た時からね、すごくいい感じで使えるっていうのはあると思うんですけど、もう一つメリットがあってですね、 ま、この、革製品のもので、これ、ま、細い方なんですけども、僕、それまでね、結構分厚いストラップを使ってたんです。ここの幅が広いやつですね。なんですけども、これ、すごく細いんですけど、不思議なんですけどね、このストラップに変えてから、今までストラップだとね、肩痛いなーとか、長時間背負ってるとしんどいなーと思ったことあるんですけども、このストラップに変えてから、そういう風な思いっていうのが、ま、ほとんどしなくなりました。僕、仕事によっては、もちろん休憩挟んでですけども、 長いと12時間、12時間はめったにないですけど、まあ、まあ、6、7時間っていうのは、まあ、ちょいちょいあったりするんですけども、あの、そんなにね、あの、そんなに決して軽いベースばっか僕持ってるわけではないんですけども、えー、なぜかこのストラップをかけていると、まあ、すごく、 えー、そんなに疲れを知らないっていう風な感じですごく、えー、なんていうんですかね、えー、心地よく使えれるようなものになってます。で、10年前ですと、ほとんどの人ってあまりこれつけてる人いなくてですね、僕ほんと自分で探したぐらいの勢いだったんですよ。10年前だとほんとにすぐ、あの、インターネットのお店とかでもすぐ買えたもので、楽器屋さんとかでもほとんど扱ってなかったんですけど、 まあいろいろストラップいいのないかなと思って調べた結果これに行き着いてですね。まあいろんな人におすすめしましてですね。もうもはやプロミュージシャンからまあアマチュアの教えてる方だったりとか、いろんな方がもうこのムーディストラップ僕知り合いだけでも何人紹介しましたかね。多分2、30人ぐらい紹介したんじゃないかっていうぐらい。で、なんかそれ以外にね、僕が紹介してない人でもなんか、あ、ムーディ使ってるんやっていう人もこの10年でだいぶ増えました。 もう本当にね、なんかあの、ムーディストラップか、ホデラか、ベースコレクションの回し物かっていう感じですけども、えー、何も受け取っておりません。<laughs> なのでね、あの、本当にあの思ったままのレビューだと思って受け取ってもらったらいいかなと思います。で まずね、デメリットっていうのもね、一緒に話しとこうかと思うんですけど、その時も話したんですけど、まあ、この製品が特別というわけではないんですけど、革製品全部にわたってそうなんですけど、まあ、今さっき見ていただいたように、長さ調整がね、こう、編み編みという風な感じで調整するんですよ。 なので、例えばこう僕みたいにロックピンを付けてる人だったりすると、このピンをいちいち外してからでないと調整ができないんですよね。今日この後もうちょっと比較で話そうかなと思ってる、ここにコンフォートストラップもあるんですけど、こういう風な化学繊維のものだったりとか、カバンのね、こういう風なナイロン系のやつだったりするとここでこう調整できるんですけども、それができない。これだとね、ストラップピンがそのままつけたままやれるんですけども、ムージストラップ、革のストラップはそれができないっていうのがやっぱ一番のデメリットかなと。 で、さらに言うとですね、やっぱりこの、えー、この、切ってある幅がね、調整できる幅が、やっぱり、あのー、なんていうんですかね、無限というか、ちょっとだけ動かしたいっていうわけにはいかないと思いますので、ある程度こう、まあ、何回かつけて、その間は、まあ、めんどくさいですけど、僕も何回か長くしたり短くしたりしましたし、結果ね、えっ、ー、と、一番短いの読んでは <laughs>、収まらずにね、えっ、ー、と、もう一個穴をパンチで穴を開けてね、さらに短くして使ってるっていう状態ではあるんですけども、 まあ、長さ調整がね、えっ、ー、と、付随して言うならば、えー、ちょっとしにくいっていうのが、まデメリットかもわかんないですね。まあ、でも、このストラップに関してだけではなく、まあ、革製のストラップっていうのは、まあ、みんなそうだと思いますので、まあ、どっちを取るかっていうのはあるんじゃないかなと思います。ちなみになんですけども、コンフォートストラップっていうのは、今あげましたけど、化学繊維のものです。こっちだと、えー、数千円で買えたと思いますので、そこまで決して安くはないんですけども、 なんか、ストラップって結構僕大事だなと思うんですね。特に初心者さんの方は見られてるかもわかんないですけども、あのー、安いストラップね、あの、すごくすべ、りやすくてヘッドが落ちてくるとかよく聞きますし、えー、実際に長時間ね、背負ってると肩が痛くなってきたりする原因にもなったりするので、まあ、ストラップはね、多少こだわって持っていただけるといいのかなと思ったりします。これはね、化学繊維でふかふかですね。これは、あの、今さっき上げた中に、より細かく話しているものがあるので、よかったら見てみてください。 でですね、ムーディストラップなんですけど、少しだけね、その、既存で売ってるものの、えー、まあ、その、なんていうんですかね、選べれるものみたいなものっていうのを少しだけ話して、えー、オーダー、どういうとこができるのかって話を後ほどしたいなと思うんですけど、まずですね、この幅ですね、幅が2種類あります。えっ、ー、と、確か、これは2.5インチだったと思います。で、4インチってのがあるんですけど、それがめちゃくちゃ不特性ですね。僕も知り合いの方何人か持ってる方いるんですけども、 まあ、お店とか行ってね、実際太いので、まあ、どっちがいいかな、っていう風に選んでもらったらいいかなと思います。で、僕自身はですね、えー、今まではね、このコンフォートも結構、コンフォートの方が先使ったんですけど、ちょっと太めなんですけども、で太いのにするか最初一本目買うときめちゃくちゃ悩んだんですけど、意外とこう、細いものです。2.5インチのものでも、全然気にならなく使えてるので、まあ一応僕は2.5インチがいいですよ。まあ僕全部持ってんの2.5インチな、あ、2.5インチですね。なので、おすすめしています。 で、あとですね、その皮の色が色々選べます。表も裏も選べれるんですけどもで、そういうものが選べれたり、まあその色はね、見た目で選んでもらったらいいんですけど、好みとか楽器のカラーとかに合わせて選んでもらったらいいんですけども、この裏ですね、表はまあみんな一緒の、なんていうか色は違うけど材質なんですけど、裏の材質が2種類あります。で、それが1個がスウェードというものと、もう1個がレザーのものになります。こちらはレザーのものです。 レザーの方がツルツルしてですね、スウェードって言ったらなんとなくイメージできる人も多いと思うんですけど、まあ、スウェードという革を使われているものもあります。スウェードの方が滑りにくいと思うんですけど、僕は質感的にね、レザーの方が好きなので、えー、レザーを僕は好んで使っています。そしてもう一個、選べれるものっていうのが、長さがスタンダードというのとロングっていうのと、もしかしたらエキストラロングっていうのもあったかな ?3 種類あったと思います。そのような感じで長さが選べれるような感じになってたりします。まあ、ベーシックなものとしてはそういうものがあります。 ではね、オーダーメイドできるストラップというふうに言いましたけども、実際どういうふうな感じのところがオーダーできるのかというふうなものについて、今回オーダーしたものを直接見ていただいたり、えー、メーカーのホームページなんかを見ながら話をしていこうかなと思っております。ベベベはい、どうもです。ではね、こっからはね、えー、実際僕オーダーメイドをし最近したので、えー、それをね、実際どんな感じのことができるのかっていうのをね、少し振り返りつつ、まあ話をしていこうかなと思います。 ではね、今回僕購入したものをちょっと見ていただこうかなと思います。こちらのムーディストラップになります。まあ同じような感じなんですけどね、裏が見て、わかりやすいところだと見ていただくと白色というかクリームのものになってます。僕ね、今さっき言ったように何人もね、紹介して、えー、購入、身近で購入された方いるので、一通りのカラーというわけではないんですけど、結構たくさんの種類の組み合わせは見てます。 で、えー、まあ、白ってね、まあ、汚れやすいっちゃ汚れやすいんですけど、結構いいなーってずっと思ってですね、何人かクリーム、裏がクリーム色のやつを使ってる人がいたんですけども、で、まあ、今回クリーム色のオーダーにしたんですけど、まあ、それ以外にもですね、ちょっとアップしますけど、材質がね、これ、えー、まあ、ワニ風になってるんですよ。これ、ワニではないんですけども、えー、なんかそういう風な型押しにしてあるっていう感じで、えー、色がですね、まあ、僕、黒を持ってたりもするんですけども、 黒だと、えー、ですかね、えー、真っ黒っていう、のべたんな感じの黒なんですよね。茶色も持ってる人もいるんですけども、まあ、真、ま、っ、あ、茶色っていう感じで、なんかこの、別に特別ワニが好きというわけではないんですけども、この、なんていうかこう、色のね、あの、色彩の感じっていうんですかね、黒いとこと茶色いとこがあるみたいなのが、なんかちょっとね、遠目、遠巻きから見ると、まあ、木目にも見えなくないというかね、なんかそんな感じで気に入って使ってます。 はい。でですね、どんなところをオーダーしたのかと言いますと、えー、今回、えー、まあ、オーダーできるところっていうことで、えー、僕もね、ちょっといろいろ調べてたら、ブログで書いてる方がいたんですよ。で、その人の記事を参考にして、まあ、直接、まあ、ちょっとね、卸しのところにあの連絡してですね、えー、卸しの会社さんに電話してですね、で、まあ、いろいろ聞いて、まあ、大丈夫ですよということで、えー、まあ、オーダーしたんですけども、まあ、一応、その時に一応話したのは、 え、既存のカラーみたいなのがあるんですよ。で、まあ一般的にデフォルトとして売ってるのがあるんです。この組み合わせだったらこの組み合わせみたいなのが複数個あるんですけども、それの、えー、まあ組み合わせにないものだったら一応表裏の組み合わせですね。できるような感じになってるというふうに聞きました。例えば黒と白っていうのもありますけど、えー、ない色のものと、ない色とか、例えば、 既存としては存在してるけど、組み合わせとしてないものだったりすると、あるものとあるものだと、こういう組み合わせでできませんかっていうのができたりするようです。で、あとですね、こう、今ちょっとアップした時に見ていただいたらわかると思うんですけど、ここにステッチが入ってるんですね。糸なんですけども、これが基本的には、まあ、違うものもありますけど、基本的にはこの裏地の色に合わせてあったりすることが多いんですよ。ちょっとお高いやつですと白で赤みたいなのがあるんですけど、白で赤っていうのがなんかいいなと思ってですね、今回はステッチを赤にしました。 で、まあ、あと、このロゴですね。まあ、ちょっと、金色って、あれなんですけども、このステッチと合わせて色がついていることっていうのもよくあるんです。まあ、これは、ものによったりなんですけど、まあ、金が主に多いんですけども、で、今回はこの金ということで、まあ、そのワニワ風の、こう、茶色のやつに加えて、裏を白にしてもらって、ステッチを赤にして、えー、ゴールドの、ムーディーのロゴを入れてもらう。というような感じでオーダーしました。 特にね、幅とかはなんか何も言ってなかったので、まあ、相談したらできるのかもわかんないですけど、僕は特にね、えー、まあ、既存の2.5インチ。で、長さはスタンダードという一番短いもの。という感じで選びました。で、実際ね、ちょっと、えー、ホームページなんかを見ながら、えー、どんな色があるのかなっていうのをね、少し見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとこちらに出してみたいなと思います。ほい出てきました。えー、携帯で見てますけども、ムーディの、ームーディストラップのーホームページになってます。 まあ、このような感じでね、後ろに写真映ってますけど、いろんな種類があります。ちょっとね、えー、メニューということで開いていこうかなと思います。えー、オールストラップ、ショップオールギターストラップってありますけども、まあ、このような感じでね、えー、皮だけではなくなんかね、綺麗なこういう風な柄みたいなのが入っているのもあったりしますし、それも色もね、組み合わせがいろいろあったりします。 茶色のものもあったりとか、まあ、細かくはね、下にムーディさんのストラップのホームページとかも貼っときますので、よかったら見てみてください。ちょっとね、電波がスタジオの中にいますので良くないんですけども、まあ、このような感じで色々組み合わせがあったりします。最初はちょっと高めのね、こじゃれたやつがたくさんありますけども、えー、それ以外にも、えー、7ページありますね。 まあ、ほとんどが種類ですね。あこういう風にね、ちょっと変わったストラップなんかもあったりします。ちょっとあんまり僕、あんまそっちは興味ないのでね、飛ばしていきますけども。あ、こ,これ見てください。すごく太いのがあります。これは、えっ、ー、と、ディストレスティットっていうのかなちょっとダメージが入ったような革のようなあレザーになってるっていう感じになってます。こちらの方がね、結構お高いです。ちなみにこの2.5インチの茶色とクリームの組み合わせのお高いストラップ持ってる人、僕知り合いに何人かいるんですけども、これめちゃくちゃかっこいいです。 赤とかもあったりしますね。黒もあったりします。この辺がダメージレザーの一番高いバージョンですね。そして同じぐらいの値段ですけども、このワニ側の風のやつですね。こういう風な感じになってます。こちらは黒ですね。中が黒色ですとか、えー、黒、外黒に中がパープルですよとか、えー、あとはですね、中がブルーですよとかっていうのもあったりします。次のページ見てみたいなと思いますけども、ブラックにレッドですよと。 ま、今回のやつはこれに近しいものかもわかんないですね。で、えー、さらにですね、あ、これ、このクリームですね。で見ていただくとわかるように、クリームだとこうね、白いステッチが入ってるんですよ。なんですよこれを赤にしてもらったという感じになってます。で、これ面白いのが、ワニ革風のやつだと、こう、一個一個ね、あのー、皮をね、押して肩を取ってるだけなんですけど、一個一個ね、風合いが違うみたいなんですよ。えー、このような感じで違いますね。 なので、実際ね、この後どういうとこで変えれるのかっていう話はしようかと思うんですけども、えー、によってはね、このワニワ風の方がいいなと思ってる人だったりすると、えー、実際のね、あの楽器屋さんの店舗とか行って、直接物を見て判断していただいた方が、一番理想に近いものが手に入るんじゃないかなと思います。今回、えー、僕購入したのは、このワニワ風の、このクリームってやつですね。これを赤ステッチに変えてるみたいな感じですね。イメージとしては、オーダーした方法ですね。 まあ実際僕、こう、ちょっとあんまりこういうね、デコボコっとしたえげつないのは、ちょっとあんまり得意ではなかったので、まあ実際今回オーダーした時に写真も一応添えてですね、こんな感じでお願いしますって送ったんですけども、まあなんかイメージに近しいものが送られてきてよかったなと思います。ただね、ちょっとね、商品としては選べれるかどうかっていうのはすごいどこまでどうなのかはわかんないので、まあ、ちょっとそこら辺はね、えー、お店の人と聞いていただけるといいかなと思います。そしてこれ次見ていただきたいのが普通の黒黒ですね。 でこのように黒黒だったりすると、えー、意外とね、そんなに一本一本の個体差ってないと思いますので、まあ、あのー、インターネット通販とかね、遠くの人とかでもいいんじゃないかなと思います。こう、ツヤがあるやつだったり、ちょっとツヤがなかったりとか、革のね、ものによっても少し変わったりします。次のページも見てみましょう。まあ、赤があったりとかですね、裏子、裏が、えー、茶色のものがあったり、この茶色のステッチがね、なかなかかかっこいいんです。僕もこれ一本持ってるんですけども、 えこのようなものがあったりとかですね、えー。白の。あ、これもね、知り合い持ってますけど、これすごいかっこいいですね。で、こういう普通のやつの組み合わせ、まあ、もっとね、奇抜な色もあるんですよ。えー、茶色もありますし、外がね、パープルだったり、あ、ありましたね、パープルとか、あ、バイオレットって書いてありますね。それから、えー、赤のものとか、青のものとかもあったと思います。 その辺がですね、一通り表裏きちんと、何ていうか、組み合わせができるって感じですかね。一応ここに載ってんのは、例えばこのブレ、ブラッドっていうんですかね、赤色と黒色っていう風な感じになってますけど、例えばこの赤色に、えー、裏を赤にしたいとか、えー、裏はクリームにしたいとか、そういう風なオーダーもできるみたいです。あの、ステッチは白にしてほしいとか、 まあ一応僕がオーダーしたときはできたんですけど、まあちょっとその後どうなってるかはわかんないので、よかったらね、えー、直接オーダーするときは聞いてみてください。で、もしできないってことになったときにね、あの森田が言ってたぞというような感じでね、あの言わないでくださいね。あの、今現時点では僕はできたというだけのことですのでね、よろしくお願いします。参考程度にしてもらえるといいかなと思います。そして今見ていただいているのはこれ星がついてるやつですね。 なんか、ロックやってる人とかっていうのはこういうの好きなのかなと思いますけど、僕あんまりね、こういう、あんまり装飾がいっぱい入ってるのを好きじゃ、好きじゃないっていうとあれなんですけど、まあ、シンプルな方が好きなので、えー、まあ、あの、こういう風うなのは入れてないですけど、こういうのが好みの方も入れられると。星確か3つと一つも、あ、4つもありますね。あ、5つですか。なんか、あ、6個ですね。とかっていうのがあったりします。いろいろあったりするので、まあ、この辺も多分選べられるんじゃないかなと。あ、ゴールドの星もありますね。この辺も、あの、 多分組み合わせとかできると思うので、興味がある人は見てみてください。星1個もありますね。まあ、そのような感じになってるという感じになってます。で、まあ、具体的にどういうところで買えれるのかと言いますと、おまあ、普通に楽器屋さんとかでも売ってます。今さっき話したように、ちょっと特殊な革になってくると、一個一個個体差がありますので、楽器屋さんで見てもらった方がいいかなとか思いますし、 まあ、あの、楽器やってる人だとね、結構有名なサウンドハウスさんっていう成田にある会社の、まあ、主にね、インターネットを主に、えー、しているような会社さんがあるんですけども、まあ、そういう風なとこだったりすると、まあ、直接物は見れないですけど、例えば黒黒だったりすると、まあ、物はそんな変わんないなーっていう場合だったりすると、ちょっとお安く売ってたりするので、多分店舗をね、持ってないので、そういう経費とかの分で安くなってるんだと思うんですけども、まあ、そういう風なもんで買うこともできたりします。 ただまあ今2022年4月初頭、上旬現在ですね。僕もそのムーディストラップ、知り合いの方とかがね、あの欲しいって言って、まあこんなんあるよっていろいろ相談乗ったりとかして、インターネット見たりすることあるんですけども、なんかサウンドハウスさんの方でもやっぱりすごい人気があるのか、まあこのご時世のせいなのか、物ものによっては4ヶ月5ヶ月待ちというふうなものもあったりしますので、まあ値段ね、まあ確かにサウンドハウスさんの方がちょっと安いですけど、 まあ、すごい欲しいなっていう人だったりすると、まあ楽器屋さんで売ってるのを見つけて、まあ買っちゃった方が早いのんじゃないかなとか思ったりします。まあ僕みたいにね、こうオーダーするとやっぱ時間かかります。僕も実際去年の12月半ばぐらいにオーダーして出来上がってきたのが4月の頭ぐらいだったので、まあ実質4ヶ月弱ぐらいはかかっているので、まあそんな感じになってます。 もしよかったらね、参考にしてみてください。楽器とともにね、なんかあの、特に、まあ僕は木目の楽器使ってることが多いのであれですけども、まあ楽器のカラーとかによってね、組み合わせとかでいろいろ好みがあると思いますので、で、しかもね、あの、今さっき言ったように、品質はものすごくいいので、掛け心地も最高なので、もしよかったらね、えー、参考にしてみてください。まあそんな感じで今日は久々のストラップの話ということで、えー、これで終わりにしようかなと思っております。 でもしね、なんか具体的になんかこういうとこどうなんとかっていう質問がありましたら、もしよかったらコメントで送ってみてください。えー、僕は知る限りであればお答えできることはお答えしますので、よろしくお願いします。まあそんな感じで今日はストラップの話をしてきましたけども、えー、いつもですとベースにまつわる深くて濃い話をたくさんしております。こだわりの本質的な、本当にうまくなるような話をたくさんしておりますので、えー、もしよかったらね、えー、チャンネル登録、まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何とよろしくお願いいたします。 そして、えー、今日も少しでも良かったとかためになったとか思っていただけた方は合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたしますでは今日はこれにて終わりにしようかと思いますまた皆様にお会いできる日を楽しみにしておりますありがとうございます失礼しまーす